どうも、タクです。主に3年前の話なんですけど、僕が座骨神経痛なってて、でその時に治した方法を、紹介していきたいと思います。本当もうかれこれ 2,3 年前のことで、約半年間もうまともにね歩けませんでした。で僕の場合左足だったんですけど、左足のつま先からもうね腰にかけて激痛で、もうね超辛かった、まあ、例えばこうベッドを寝てる状態でこう朝起きて、で起き上がるにしろこうね一旦横になって片手で押して、で、まあ、その状態でもねもう十分すごい痛いんですけど、そっからこうねもう激痛に耐えながらやっとこうねゆっくりねこう立ち上がるっていう、で歩くのも激痛すぎてゆっくりゆっくりも歩くような感じでした。でもうなんとか治したいと思って、まあ、まず、Google でねもううわーってめっちゃ調べて、でそれをもうノートにねバーって書いて、で、図書館にも行って、で本屋にも行って、もうね座骨神経痛関連のものを全部ね読みました。でその中で自分に当てはまるねあの治し方っていうのはどうなんかなって、原因が何で治し方どうなんかなってねっていうのをねもうひたすら探って、でまあ例えばですけど梨状筋っていうね筋肉のストレッチだとかいろいろね試してみました。で梨状筋のストレッチもまあやった後はね気持ち程度痛みがね和らいでるかなぐらいで、多少の痛みの緩和にはまあいいかなとか思いつつ、でもそれが根本的な原因のね解決にはならないなと思って、まあ役立つっちゃ役立つんですけどね。でその中で確かね 1,2 週間ぐらいかなやってみて、それでもう痛みがね徐々に取れて治りましたよと。でそれからもう 2,3 年経つんですけど、再発は今んとこないです。もうね元気にね筋トレしてます前置きがねだいぶ長くなっちゃったんですけども、今からその方法を、紹介していきたいと思います。で一つ言っておくんですけど、あくまで僕の場合の、治し方です。やっぱり、人それぞれまあ原因がね違ってくると思うんですけど、まあ、それに合わせて、まあ、やっていくのがねやっぱ一番いいんですけど、なのでなんであの座骨神経痛になってるかっていうのを、まあ、自分の場合で分かってないっていう人は、まあ、例えば見てもらってる人に、まあ、相談した上で、やってください。あくまで自己責任で。やり方は、すごく簡単です。まずこれ普通のね姿勢なんですけども、この状態で、下腹部をへこまします。下腹部を、まあこれ出てると思うんですけど、をぐーっとへこましていきます。すると僕の場合あの骨盤がねこう前傾しやすくて結構反り腰になりがちだったんですね。それでまあ座骨神経痛になる前までもあの腰を痛めたりとかっていうのがよくあったんですけど、もうこれやってからもう全然ね痛みなくなりました。この状態で下腹部をへこますようにお腹をへこましていきます。この状態をキープしたまま30秒、前から見るとこんな感じですね。思いっきりへこましてぐーっと、はい、やったのは、これだけです。これを、まあ、できるだけ食事の前にやってください。食事の後にやると確実にね吐きそうになるんで食事の前でお腹が空いてる時にやるのがベストかなって思います。まあ胃や腸にねものがなるべく入ってない状態でやってください。でまあ目安としては朝昼晩、まあ、1セットずつで30秒キープっていうのが目安なんですけど、まあ、それあくまでも目安で、もう骨盤の位置がねもうかなり前傾してるんだったらもうへこますのもねほぼずっとキープ。もちろん食後とかはね控えるんですけど、まあ、胃や腸にねあまり物が入ってないなっていう時に徐々にちょっとねへこましていって、もうお腹すいたなっていうぐらいの時に、まあ、できるだけ最大限お腹をへこます感じでやるといいでしょう。以上が僕の、座骨神経痛を治した方法です。僕の経験が、誰かの
役に立てたら、幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。